さあ、ということで後半ですね。ここはまあ高校生からまあ大学生スペイン行ってからと現在までって感じで、この子ねまずね、俺その中学の同級生と野球部の一緒にやってキャッチャーのやつと一緒に、いや芝浦工大高校ねいいよ、あの監督いいから行こうぜ、うん、まあじゃあ一緒に行くかっつって行ったんですよ。僕ね、あの男子校と知らずに入学して、入学してからあれ男しかいなくねってそいつに言ったら、何言ってんだお前男子校だぞここって言われて、本当に入学しか気づかなかった。もういや何にもそう全然見なかったから、パンフレット的なものを渡されてもね、親に渡したぐらいで、いや俺はねそいつにね、その友達、まあ飯塚って言うんだけど、飯塚に俺お前とそれだから男子校だけど悩んだけど行くって決めたんだけどってすげえ怒られて、ああやっちゃったなと思ってまあそんな感じでね、あの入りました。はい、学校生活はまあ基本成績は良かったと思います。1年の時は数学だけものすごいペースで進むから置いてかれがちだったんだけど、それ以外の科目に関してはまあそこそこ良かったかなと思うし、まあ2年生3年生とまあ文系に僕移動したんで、あの芝浦工大高校の吐きだめね、文系吐きだめだから、うん、吐きだめでかなりいい成績で取ったと思います。で2年になって文系選んでから文系の数学の授業あったんだけど、そのぐらいのペースになるとすげえ分かりやすくて数学の成績上がっちゃったのね。今思うと理系行っとけばよかったなとは思うけど、まあまあそんな感じの学校生活でした。はい、まあ野球好きね、高校野球ね、野球しかやってないですもん、ほぼはい。まあ野球もね、そうこの高校生ではピッチャーだったんですよ、本格的に。小学校の時一回さっきね やったって言ってましたけど、前半で高校入ってあピッチャーになりました。まあ言ったら監督、まずね市の大会を見に来てて、監督がで俺がサードからこう投げてる球を見て、こいつは取ってからめっちゃ遅いけど投げる球はいいと思ってピッチャーにできると思ったらしい。でまあ欲しいなって思ってうちの中学の練習を見に来た。学校のさ、あのグラウンドの網やじゃない、金網、うん、あそこにこうやってさ知らないおじさんが似たって言われたから見てんの気持ち悪いなと思ってて、そしたら一個下の後輩のやつが、山本先輩なんかあそこにいるおじさんが山本先輩のこと知ってるから呼んできてくれって言われたんですけど、えあのおじさん知らねえよっつってなんだあのおじさんと思って、まあいいや行くわ、ごめんねありがとうっつってバーって言って、こんにちはって言ったら、おおええ顔しとるねえかっつって、えお父ちゃんの時から知っとるんやでって言われて、なんだこのおじさんと、あそうなんですね、俺芝浦工大のヤギやなあ、まあまた来るわっつっていなくなった。何このジジイと思って、それが八木監督さん最初の出会い、最初のファーストコンだった、このジジイと思って。で中学 その野球引退してから、その自分は公立の高校行こうと思ってたんで、だけどもう中学の野球部の顧問先生から、ちょっとヤマト、あのね芝浦工大高校っていうところの監督からね、ちょっと本当しつこい、もうヤマトは公立行くから芝浦行けないですよって言ったんだけど、ヤマトと飯塚電話かかってきてしょうがないから、もうね行ってくれと、練習一回でも見に行ってよかったなと思ったら行けばいいし、いいチームだしいい練習してるし面白い練習もいっぱいやってるから好きになるかもしれない、じゃあ行ってくれと言われて、分かりましたっつって12月ぐらいに行ったんだ初めて。そしたらなんかもう来て1番、開口1番、君をピッチャーにしますって言われたの。こちらよろしくお願いしますみたいなのもなく、いきなり会って、おっ君をピッチャーにしますみたいな結構やばくないあ、そうなんですね。あ、わかりました。で、普通に練習もノック受けたんだけど、サードも思ったら、おい違う違う違うお前ピッチャーやって言われて、ブルペンついてからで、投げさせられて、はい、君は140キロ出ますうちに来たら出るんだよ。投げるから、大丈夫出ますって言われて、ピュアな中学生の俺は、あ、出るんだって、ね。今年の甲子園は、斎藤優ちゃんな、人気あっただろ、東東京は、うちの山崎が雑誌に出とったんや、知ってるかって。そいつも146出て、今度、中央大学に行きます。な、お前もうち来たら140出して、大学で野球できますって言われて、そうなんだ、つって入ったの。じゃあ結構その監督の言葉には心を動かされたという。めっちゃ動かされたね。あーって思って、夢見たもん、俺すげえ。俺甲子園のスターになれると思って。もう調子乗りすぎて、あ、俺はこれプロ野球行って、MVP 行ってっていうのが。その時点で、
なるほど。中学まで野手だけど、高校入ってピッチャーの才能開花して球速くなって、プロ中になって、プロ行って、メジャーリーガーだなーと思ったのですよ。おい上から先輩を敬え！調子乗ってて、入学式の日に、入学式でその同級生の野球部のやつが、前でなんか、新入生代表の挨拶をしてて、それをおかしくて、ずっといじってたの、俺らが。一番前で、友達と。そしたら、それをね、見た担任の先生が、監督に言って、やっちゃしてましたよって。したら、もう、初日入学式の日の練習、もう監督来る前にね、いろいろこう、グラセンしたり、道具準備したりして、ちょっとアップしてキャッチボールなんかしようかな、ぐらいタイミングですよ。土手にグラウンドだったんだけど、土手の上から、まあ、その、一緒にふざけてたやつが山本って言うんだけど、山本こっち来いって言われて、何よ来た。来ました。すでに A チーム昇格です。1年生、ね。最初の2人、1年生、俺と山本。ああ、分かってんなと思って。ね。いやー、だ、来たって思ったら。そしたら、ガーッと走ってて、おはようございますって言ったら、はい、ああ、牛たちも帰っていただいて結構です。それで、ちょっと待って、どういうことと思って。えってなって、言葉を失っちゃって、あ、もう帰ってくださいって言われて、帰ってください、君たちみたいな人はいりませんって言われて、え、どういうことだってね、入学する前は君をピッチャーにします、140出します、出ます、大学でも野球できますみたいな感じで猛プッシュして誘ってきた人が、初日もう入学式の日に帰ってくださいって本当にこんな感じで、あ、君たち帰ってくださいって言われて、何のことだと思った、わからんかな、お前ら本当に入学式の時はふざけで、えあれか、あの大ふざけが監督の耳に入ったんだ、えお前らのやついらないよって言われて、めっちゃキレられて、で帰れって言われて、最初まあほらよくあるあるのすいませんでした入れさせてくださいみたいなあるじゃない、押し物をでやってたんだけど、もうあんまりにも監督がもう帰ってください、もう帰れよってもうめっちゃ言われるから、帰ろうぜっつって帰って本当に帰ったで、まあ、帰ったの、失礼しますって。さすがに、ちょっとまずいなと思ったんで、電話したの、監督に。じゃあまあ、人間はそういう失敗もあるみたいな。まあ、明日から切り替えてやりなさいって言われて、俺は安心して涙が出た。勝った。俺は結構それで、ああ、ちゃんとやんなきゃなって思った。ちょっとね。分かってるね。そう。そんなのありましたね。ちょっと待ってんなよ。そう。で、まあ、イチロー気取りで言うとね、やっぱ WBC に連覇したりして、イチローがすごい全盛期。ああ、そうですね。10年連続、まあ、高校の生活の中では9年連続、100本安打だったし、そのまあ、中3の時に WBC で1回目優勝して、2回目は、高3の春か、でしたけど。で、これね、高校の先輩、3年生の先輩、1年で入った時の3年生の先輩に、イチローって呼ばれるようになったんです。なんでかっていうと、なんか野球部ってさ、入学して1年生で前回の並び方でさ、こう面白いことやれみたいな。あ、まあ、ありますね。あるじゃん。ね、めちゃくちゃだるいやつ。あれを、の時何やろうかなと思って。で、俺名前の順だから、なんか最後の方で、何やろうかなって考えてて。なんかみんな、その野球選手のモノマネとかしてたんだけど、野球だから。ここはね、一つ、喋り方の真似したら面白いだろうなと思って、イチローの喋り方の真似したの。バット振った後に早い段階でやったの、それ受けて、そこから一郎って呼ばれる先輩で、先輩に一人一郎好きな人が一個の先輩にいて、走り方真似して一緒に遊んだりとかまあしてましたね。そこからモノマネとしてなんかやるようになったのはあります。確かに。じゃあどんな形になってたのは高校生のイメージは持ってたけど、形になってたのはまあこの時期からだんだん形になってきましたね。おい上から先輩を敬え！こうやって言うと合宿とか結構きつい。ああ、そう、合宿ね。合宿ね、芝浦高だよね。夏はね、2週間行くんですよ。最初の1週間が、徳島の鳴門っていうところで、まあ今ちょっと学校なくなっちゃったけど、鳴門第一高校の宿舎を借りて、お借りして、一緒にまあ合同練習したり、合宿ですよ。もう朝5時起床、5時半開始で、8時ぐらいまで練習、朝練、クソ暑い中。で、終わったら、丼飯でご飯3杯食わなきゃいけない。それでもう、お腹パンパンになった状態で、
まあ、まあすぐ練習試合だってなって、俺ピッチャーやってたんだけど、なんか変化球全然投げれなくて、ストレートしか投げれなくて、でクイックもできない、牽制もできないから、で基本ブルペンで投げくる練習してるか、ちょっとたまに代打とかダイソーとか出るぐらいの。でまあ守れなきゃあれだっつうんで、じゃあ外野やれ、まあ外野は走るしボール投げたりして肩も強くなるから、じゃあ外野やれっつって外野ノック受けて、朝8時さ、ご飯もう3杯食って丼でね、俺ちゃんとあのハリモテのご飯の盛り方しないから、ちゃんと持って丼飯3杯食べてたから、もう腹パンパンの状態でもう練習試合のアップとかしてて、もうつい吐きそうだなって思いながらやってた。でキャッチボールもだから思いっきり投げたら吐きそうだから、もう本当に軽くやって、で外野ノックの時にまあセンター守ってて、まあセンターの一箇所ノックみたいなのあるじゃない、最初センターで、その一箇所ノックの時にフェンスの方に向かってバーって走ってって、取れるか取れないかギリギリなんで、ちょっとジャンプして走りながら、取れなかったみたいな感じの打球ね、ギリギリの。そのままの勢いでダーって走ってたら、そのジャンプした着地した勢いで、グッて来て、やばいってなったけど、止まって吐いたら、打球とか来るとこになっちゃうから、そのままバーって走ってフェンスの方に向かって走りながら、そのままダーって行けばよかった。で、もう、ビシャビシャビシャって。で、みんな、うわ、ヤマト吐いたみたいな。で、校長、あ、ヤマト吐いたってなって、監督は、あかんって言って、吐いた大丈夫かっつって、俺は単純に食いすぎて吐いてんだけど、監督が体調悪くなったと思って、俺が、あかん、ちょっともう休ませなあかんとか言って、合宿所連れてかれて、クーラー切った部屋で、ちょっとお前休んだよとか言って、水分補給して、ずーっと休んで、俺全然逆に吐いて楽になって、今快適なんだよなと思うな。そっから昼の試合終わるまで、ずっと待機。飯は本当に細かったから、今じゃ考えないぐらい、60キロぐらいしかなくて、同じ身長で。だからとにかく食べろって言われてて、でも俺も上手くなりたかったし強くなりたいなと思ってたし、特にさ当時の東東京の高校野球の序列って帝京がやっぱり強くて、帝京高校の選手すごい体してたの、甲子園でも勝ち上がってたし、まあ、やっぱ体作りすごい大事なんだなってことで、俺も痛感、まあ、すごい感じたから、ちゃんと食べなきゃいけない、甲子園行こうと思ったら帝京に勝たなきゃいけないから、帝京よりも食べなきゃいけないと思って俺も一生懸命食べたんだけど、まあね、残念ながらバーンって入っちゃったから。徳島の鳴門の1週間が終わると大阪とか、まあ、京都とか行くんですよ。2泊3日で高野山に泊まったんですよ。僕らお寺南部さんの高野山、真言宗高野山高校と練習試合するんですけど、その高野山高校との練習試合でやっとね、その時期に変化球1球だけ覚えてシュートを覚えたんですよ。でシュートだけ投げれるんだから、じゃあちょっと試合で現地投げてみようみたいになって、その試合初めてこう先発させてもらった監督に、でその頃からなんかその自分がね見出した素材がいい球投げるし、ストレートも良かった、当時良かったんですよ、いいストレート投げるし、で変化球覚えた、よし着実にステップアップしてきたって、多分監督がすごい可愛くなってきたんでしょうね、僕のこと大事にしてくれて、でだんだん僕のことヤマトじゃなくて竹内って呼ぶようになって、まあ合宿中ね同じ風呂入るんで、監督がこう竹大丈夫か、どうや調子はみたいな、ストレッチしてるかみたいな感じですごいね距離近くなって、で先発竹先発やいつから下の名前呼ぶんだったんだよみたいな、そのメンバー評価先輩もちょっと困って誰ですかみたいなんでヤマトや、あヤマトですねみたいな、で、まあ試合で先発したんですよ。最初のちょっと2人3人は抑えて、次のイニングかな、4番バッターの、まあ夏引退したばっかりの3年生が大学で野球やるからみたいな感じで練習試合とか出てたりしたんですよ。当時相手の選手に任せて、僕ホームランだったんですよ。外のシュート、本当にボール球に近いコースギリギリのシュートをこうやってバットの先っちょでゴキンって引っ掛けたような当たりで、ライナーでライトの頭を越えてライトにホームランを打たれて、あすげえバッターだなって、俺は全然ショックとかじゃなくて、もうすげえ、あこういうバッターいいバッターいるんだと思って感心した。そしたら監督がガタンと立ち上がって、高雪って叫んだの。高雪って叫んで、こうやって高雪大丈夫かお前落ち着け、大丈夫や、こういうこともあるみたいな、交通事故やみたいなわーってで、名前も間違えてるし、そこ横にいる内田さんっていうねキャッチャーの先輩が高雪ですって、あー高雪大丈夫かみたいな、全然俺は動揺しない、監督がめっちゃ動揺して俺の名前間違えるこれ恥ずかしくて、いや別にそんな動揺してないですみたいな、大丈夫ですみたいなね、まあそんなデビューでしたね、高校生の時。はい、まあそんな本当にね面白い監督だよね。おい上から先輩よ。背番号とかっていうのは
応エースの番号だったんですよね。あ、最後の夏はね、エース番号だったけど、2年のね、夏にイップスになって、夏の休みのね、練習試合とか合宿とかでも、ピッチャーもやりたくなくなっちゃって、でもイップス投げれないから、全然ピッチャーやってなかった。なんでイップスになっちゃったんですか？なんでイップスになったか。あ、1年生のその、この高木の事件の後ぐらいから、メキメキとって言ったらだけど、力つけてって俺、どんどん。球も速かったし、変化球もシュート覚えて、その後フォークを覚えたんですよ。で、ある程度試合で投げれるようになってきて、だから高1の春だけど、高2になる時の春の大会で、抑えのピッチャーになったんですよ、チームの。一応ね、そう思ってんの俺は。必ず最終回投げてたから。で、先輩が先発した後に最後タイミングがあれば俺が投げる、リリーフするみたいな。自信つけてたんですよ。で、春の大会は最後僕自分が投げてリリーフして負けちゃったんですよ。で、そこから下の子もたちも入って、1年生とかも入ってきて、いい選手入ってきたりして、やっぱ力、結果出そうとして2球目になって、で、投げ方がちょっとおかしくなってきて、意味わからなかった。でも結局横から投げたらなんかいろいろ解決して余計なこと考えなくなった。そしたらなんかどんどん治っていってね。で、最終的に、まあ、3年生になる頃に背番号1もらえるぐらいまで、まあ、戻していったかな。ふっふっふっ。じゃあ次は、大学生っていうことで。そうだね、大学生ね。もう、ここから暗い時代ですよ、この大学は。大学の4年間、とにかく暗かった、俺は。まずね、ここに書いてあるけども、簡単だよね、ぼっち、俺は。俺は大学1年の時にずっと、昼休みは学校のジムに行く。昼飯は学校の食堂っていうか、まあカフェみたいなのがあって、そこでカレーの大盛りを注文して歩きながら食って、大学のジム行って筋トレして3限4限に行くみたいな生活してたの。だからそれはぼっちになるのよ。バイトもなんか友達がいっぱい来るようなバイトじゃなかったし。何のバイトしてたんですか？最初ね、東戸塚の政府のさ、地下にある惣菜屋さん、サラダ惣菜、あ、今 RF1 っていうあれやってた、サラダ売ってた。信じらんない、ね、そう。だからもうでかいやつ入れる。あ、当時はまあもうちょっとスリムだったけどね、80キロぐらいだったし、まあでもでかいよ、邪魔物扱いだったと思う。だんだんこういろんな担当が外されるのね。やっぱ戦力外通告ってやつね、ほんとね。シフト入っても、おはようございます、もう元気、挨拶は元気、おはようございます、こんにちは、よろしくお願いします、ピシッとして、でなんかその、これいかがですかとか言うの。やっぱ野球部で声出しまくってるし、気合して真っ黒なやつが、いらっしゃいませーって言うと、もうちょっと柔らかく言えるんだ。柔らかくで、邪魔だし、おかなんかレジも、その通路みたいなのの脇にあって、こう、かがめたらやんなきゃいけないの。で、体小さい細い女の人はもうそのままスッてできないけど、俺このままケツ向けてやろうとすると、なんていうの、収まんないの、そこに。俺の体が。だからもうめっちゃこんな風にしてやってて、やっぱ腰痛いなとか言ってたら、じゃあ、やっとくん、洗い物やってって言われて。サラダとか置いてある、こうでかい皿とかを洗ってひたすら食洗機かけたり、どんどん人の見えないところ、そうそうそう、どんどん人見えない、どんどん最終的に、そうそう、もうゴミ捨て、基本全部俺はじゃあゴミ捨ててきてくださいみたいな。そう、でも結局やめた、もう続かないなって。次やったのが、塾講師。これ一番楽しかったね。集団で授業やってすごい楽しかった、うん、すごい一番思い出に残ってるバイト、まあ、あと家庭教師ね、その後やめた、やめたというね。季節労働のね、2ヶ月だけしかやらない繁忙期の仕分け、センターとか、センターじゃない、ベースの、バーってベルトコンベアに、ひたすら荷物乗せるだけ。その後、その、学校、大学の周りの配達。それ結構終盤だね、学生生活の終盤でやってた。うん。まあ、だからぼっち、ジムに入り浸ってね、もう、なかなか出てこない。おい！上から！先輩！で、このね、大学生活の中でスペイン語習得しました、第二外国語で。そう、なんでかっていうと、当時ね、僕は第二外国語を選ぶときにイタリア語を勉強したいなと思ったんですよ。ジロラモに憧れて。だけど、イタリア語は第二外国語でなくて、明治学院。でもスペイン語があったの。で、スペイン語同じようなラテン語系の言葉で、しかも、なんか当時ね、テレビのインタビューかなんかで城島選手がメジャーリーグに行くときに、英語だけじゃなくてスペイン語の勉強も始めたの。キャッチャーはなぜ、コミュニケーションがいっぱい必要で、メジャーリーグにはヒスパニックの選手がいっぱいいるから、スペイン語を勉強してるんだ。あ、じゃあ野球続けるなら、スペイン語必須だなと思って、スペイン語を勉強したんですよ。そしたらもうすごく楽しくなっちゃって、ね、練習中もずっと一人でスペイン語喋ってたんで、気候がすごいあったよね。帰りの電車でもずっとなんかスペイン語で、メモ書いてた。そうそうそう、日誌をね、スペイン語で書いて、スペイン語の練習、勉強のためにね、やって。まあ、ね、す
嫌がられてもいいんでね。そう。まあでもね、その大学野球でいろんな人と出会って、まあ監督もそうだし、OB とかその関係の人でオフになって、シーズンオフに練習しに来たりとかして、先輩たちとかといろんな人と会って、すごい充実した4年間だったと思います。暗い影の時代って言ってるけど、結局この4年間がなかったら僕はこの先の、この後ね、書いてますけど、人生がないと思ってるんで。おい上から BGM 要因は何ですか？あ、これね、合コンで BGM 要因してました。合コンでカラオケ行った時に、もうヤマト歌って BGM やっといてって言われたっていうのね、これ書いてみました。でも、ちなみにその合コン俺が幹事で、基本。俺が人集めてんのに、場所とかも決めてんのに、BGM 要因やると、まあ、ふざけんなと思ったけど、でもまあカラオケ好きなんでね。結局やってましたけど。はい。そうだね。でもこの頃のまあ一郎ネタで言うと、まあ大学2年生の時に、3年かになる頃に一郎がヤンキース行ったんですよ。そう。2011年。だから2010年が10年連続200本安打。2011年が連続200本安打の記録が途絶えた年。その次の日2012年にヤンキースに移籍したり。一郎選手にとっても激動の時代、年だったんだよ。2010年、2013年までが。でもこの頃は、まず激動の時代だけど、やっぱその、いろんなインタビューとかの動画っていうのは、やっぱ YouTube はね、すごいこう盛り上がってた時代なんで、もう完全に YouTube キッズ、俺は。ぼっちだったから。ね、秋子までジムも行ってたし、ジムで筋トレ終わってまだ時間あったら、パソコン、使えるパソコンルームでずっと YouTube の動画で一郎の話びっちゃ見てて、それを擦り切れるほど見て、後輩と一緒に、その、大学のジムで再現したりして遊んでた。みたいな時代ですね。この時期っていうのは僕は。じゃあそこで結構自分の中の一郎を育ててたという。そうそう。この中でだいぶ、その、ここでだいぶほら、イメージが形になってきたっていう話したけど、ここでだんだん育ってたそのネタチョイスというか、一郎のどこが好きかっていうのを自分の中で洗練していった時代ではある。おい上か。じゃあ最後だね、もうね。卒業したらまあ就職っていうパターンが多いと思いますけど、その大学の次スペインっていうのは。そうだね。まあ、変わってるよね。スペインにまあ行きました。結果的にスペインに行ったんですよ。なんでスペイン行ったかっていうと、まず大学生の時に、教員職課程取ってたから、教員免許取って、教材受けようと思ってたんですけど、やっぱ、なんかこのまま野球ファンの嫌だなとか思うようになって、教育実習行って、まあ中学生と一緒に野球やったり、キャッチボールしてるの見せたりすると、山瀬先生すごいな、絶対プロいけるよとかって言われて、そうってなって、じゃあなんかやっぱトライアウトとか受けようと思って、BC リーグと四国アイランドリーグのトライアウト受けて、両方とも最終のその試験までは行ったんだけど、まあ落ちちゃって、うわぁ終わったと思って、2位と確定ってもう頭ボーンって出てきて、うわ終わったってなってた時に、大学の先輩がヨーロッパで野球やってた選手が東京で公演やるから、まあ聞いてきたらみたいなこと言われて見に行って、ヨーロッパで野球が結構盛んにやられてるってのを知って、じゃあ今から行けばヨーロッパチャンスあるなと思って、そのタイミングではこう本当にアメリカもメキシコとかそういうね中南米のリーグとかもネットで調べたけど、やっぱもう募集はしてなくて、メールも何通か送ったんだけど全然返信もないし、ここしかねえなと思って、その人にどうやったらできますか、ヨーロッパで野球したいんですけどどうしたらチーム入れるんでしょうかって言ったら、もうそんなのもうね、荷物準備して、航空券買って、行くだけだよって言われて、ああ、そっか、でもそうだよな。現地でトライアウトしないと、入れるわけないから、行くよ。口で説明しちゃって。と思って、行ったんですよ。最初ね、ドイツ行って。その方が当時ドイツでやってたから、ドイツの話よくしてたから、あ、ドイツいいなと思ってドイツ行ったんですよ。とある知り合いの捨てからいただいたその電話番号、この人日本人で、ドイツで野球やってるから、着いたら連絡してみて、多分なんかしてくれるかもみたいな、その電話番号にね、ドイツ着いてすぐにかけたの。全然繋がんない。あ、終わったと思って、終わったーと思って、チーム探してメール送ったけど全然帰ってこないし、うわ終わったな、もう全部終わった。まあでも初めて海外行ったんですよ。その時が初めての海外に行って、ヨーロッパのこの世界とかいろんなものを見てくれて、すげえいい思い出になるわ、もうこれでも帰ろうと思って、一応その、さっき大学の先輩が紹介してくれた公演の話してた人のメールアドレスを知ってたから、ちょっとお礼言いたいなと思って。で、メールしたの。まあ、池永さんという方なんですけど、池永さんの公演聞いて、ヨーロッパに飛び出してみました。で、結果はまあ、チームは見つからなかったけど、すごいいい経験になりました。ありがとうございました。って送ったの。そしたら、
の時のあの説明でね、本当に行くやつなんて初めて見ました。さすがに僕にも責任があるから、ちょっと今スペインでやってる、昔フランスでやってたねチームのチームメイトがスペインにいるから彼を紹介するね。で彼ちょっと会ってみて、彼のチームお世話してもらえるかどうかわかんないけど、ちょっと行ってみてなって言われて、わかりましたってその人紹介してもらって、そう Facebook で連絡して、その人に池永さんに紹介されたんだけど、してもらいました、来週とかにマドリード行くから一緒に野球やってくれませんかって言ったら、いいよって来て、蓋開けたら2個下の若い青年でお兄ちゃんで、で、ついてすぐに、あの、公園で、キャッチボール、トライアウト開始、第1位トライアウト開始。で、彼キャッチャーで、阪神好きだっていうか、俺も阪神好き。握手してね。で、キャッチボールで、もう、バチバチ、もうバチバチに投げて、周りの人もすごい驚いてるわけ。バーンと音が鳴ってるから、おじちゃん、おばちゃん、はじめその若い人みんな見に来て、何やってんだ、あいつら。最終的に警察来て、君たち何やってんだって言われて、俺分かんないって当時あんまり、まあスペイン語は多少話せたけど、何やってんだみたいなことで、どうなんて言ったらいいんだろうみたいな、野球だからベースボールって言って、ベースボールはここでできないよって言われて、ああごめん、場所変えようって言われて、その週末に試合があるから来いって言われて、試合見に行って、で試合終わりにちょっとじゃあ泣けてって、そのチームの選手が全員打席立って一人ずつ、まあバディピッチャーでやって、それでまあ力を認められて、じゃあどうって言われてから、まあ、そこからスペインのそのチーム入って、本格的にはまあまあ2014から、2020年の5月ぐらいまでスペインの野球にすごい関わりました。はい。なんかチームメイトに、カープアカデミーかなんかの。そうそうそう、いる。そうそうそう。まあそうやってし自慢してくる怪しいドミニカ人はいっぱいいるんですよ。カープアカデミー出身である。だけど、本当にがっつり一緒にやってたチームメイトで、もう今51人ぐらいなんだけど、まだ現役でやってんだけど、あのフィデル・エネスト・トレス・マニエ、まあ、マニエって呼んでたんだけど、そのマニエっていう選手がもともとまあドミニカ共和国のいろんなアカデミーに入ってて、結構年取ってから広島というカープのアカデミーに20歳過ぎてぐらいに入ったんだって。その後マリナーズのマイナーに行って、バレンティンと同じチームだった。でそこからいろいろ転々として、まあ親戚のつながりでスペインに移住して、スペインで野球やったり、またマイナー行ったりとかしてた。あの野球カードの人いなかったでしょ。ああ野球カードの人ね、あの人はそう野球は一緒にやってない、ソフトボールをやってんの、その人はもう完全に野球はもうリタイアして、あの野球カード見せてくれてね、あプロ野球チップスのなんかね、その元俺は広島カープアカデミーで広島カープ出身であって、口だけで言うやつがいっぱいいて、あそうなんだって流してたんだけど、その人は俺はカープで広島カープで日本にいたって言うから、本当にっつって聞いたら、財布出して、あの、プロ野球チップスのカード、カルビーって書いてある。本当だと思って。そうそうそう。なんかボロボロになってんだけど、ドヤ顔で。つって、あ、すごいっつって、あ、カープいたんだねっつって、そうなんだ、そう、俺やってたんだよ。おい！まあ、この時の生活ってのは、まあ、日本とスペインを行ったり来たりしてて、日本に帰ってる時にバイトいっぱいしたり、で、まあ、あと、なんかこっちも書いてるけど、野球の個別指導みたいなのをちょっとやって、まあコーチング、ね、そのピッチング指導とか、いろんなことをやってましたね。あと、スペインでね、最後の年のスペインで、2019年は、その野球以外の仕事できるようなビザで入ったから、野球の仕事もそんなに月に数万円しか入らないから、コーチと、まあコーチの仕事と選手の仕事って2個やってたんだけど、その収入もそこまで入らないから、日本食料理店、日本料理のね、あの、レストランでバイト始めたんですよ。そうそう。で、まあ、僕のやった仕事が基本皿洗いと、ちょっとした調理補助、揚げ玉、まあ、タヌキって呼んでたけど、天かす作ったりとか、そんな作業とかしてたんですけど、それをまず、3ヶ月ちょっとやって、クビになって、あ、ひろさん、ちょっとじゃあ、今週でいっぱいでね、もう来なくていいんで、あ、クビだって、ね。クビになって、うわーってなって、その後友達が紹介してくれた、まあ、バル、あのチェーン店のバルがあって、でバイト始めたんですけど、そこのバイトがね、まだか、そこのバイトがちなみに、勤務2日でクビになったんだけど。なんで？いやもうね、信じられない。まあでもいいです、クビって言うならつって、俺反抗してやめた。クビ
で、この時は一郎気取りで言うと、まあ、YouTube でやっぱり動画あさりはやっぱ常にやってました。で、シンプルにこの時はもう、一郎選手晩年になってきて、周りについたりして、シンプルに応援してました。もう、できるだけ長く続けて欲しいなと、僕の憧れ選手でね。うん。で、ちなみにその一郎選手の引退日に僕は立ち会ってて、試合に。プロファース選手って、今、コロラドロッキーズにいる、当時アスレチックスにいたプロファース選手の招待で来ました。アスレチックス側ですけど。これは彼がつけてた、ベルガードっていうメーカーのね、防具と、まあ、グローブを使ってくれるかもっていうことで、ちょっと話して、通訳として行って、そしたら、招待するよって言ってくれて、そう。なんかね、結構盛り上がって、個人的に話が。彼もリトルリーグ出身で、リトルリーグのワールドシリーズ出てるんですよ。僕らの引っ越しただけど。で、僕もリトルリーグで出身なんだよって話をして、で、盛り上がって仲良くなって。おい！で、まあ、そうやってわーってテンション上がって、ね、メジャーリーグの試合見て、プロパー選手に会えて、もしかしたら一郎選手に会えるかも、みたいな、会いに来たかったんだけど、会えなくて、みたいなのがあった、その日に、引退って。俺はね、いや、そんなわけないと思って一人で。いや、なんかみんな騒いでて、ツイッター見て、え、一応引退するらしいよ、みたいな。俺はずっと、いや、しないっしょって、もう周りにさ、絶対しないって、見たじゃん、バッティング練習。一番ホームランって、守備練習。一番投げれて、一番フライ取って、一番走ってる選手が、引退なんかするわけないだろ。まだまだできるぞ。そう、バカか、お前ら何を見てたんだろう、試合前の練習みんな、ガン首そぼれて、と思って。説教しようかなと思ったら、ね、その帰り道。ピコンつって、ツイッターのね、なんかおすすめみたいに。一応引退会見。ふざけんな、あんまり嘘ばった、嘘。フェイクニュース流しやがってるので。で、見たら、本当に一郎がカシャカシャって、引退会見みたいなってか、あ、もう無理と思って消して。こっから一郎ロス。俺は一郎引退してないって、信じてなかったの。ここから、2年、3年ぐらい。長い、結構。一郎気取りの動画出すまで、俺は一郎の引退認めてなかった。で、なんか、テレビとかちょっと出たじゃないですか、そっから。本当に引退しちゃったんだと思って、うわあ、そっからもう一郎ロス。それは引退会見はその結構すぐ見れたんですか？見れない。見てないね。一郎動画で YouTube 自分のチャンネルで一郎気取りの動画を上げ始めてから見た。しばらくして半年ぐらい経って見た。それは自分の中で整理する。整理する時間がもう。だってさ、前半で語ったけど、俺が一郎選手って言ってやってくれて、ズキューンってなってるわけ。あの一郎なのよ、俺の中で。まだ、未だに。ずーっとその一郎で俺は来てるわけ。で、ホームランも打つし、走れるし、投げれる。全然、サービス以外なんかいないと。引退するわけがない。と思ったら引退しちゃったから、ものすごいロスね。その頃に、ジムで弓子と出会いましたね。受け入れた頃だ。受け入れ始めた頃。まだちょっとでも疑ってたけどね。すごい、出会った頃暗かった。暗かったね。やっぱ一郎ロスもあった。一郎ロスで暗かった。一郎ロスで暗かったね。うん。そうそう。まあ YouTube はね、スペインにいる最終年、その2019年から全然、夏に YouTube チャンネル始めて、理由は、まあ、スペインの野球のこととか伝えたいなと思って始めたんですよ。なんか、スペインの野球のこととか、ブログに書いたり、インスタとか、ツイッターとかでどんどん書いて発信してたけど、全然こう見てもらえないし、文字だと伝わんないな、みたいなところがあって、じゃあもう映像撮って出しちゃおうと思って、それを始めたのがきっかけで、それとまあ野球だけじゃなくて、生活とか、そういうのをまあ、伝えられるチャンネルできたらいいなと思って、で、野球もやりつつ、みたいな。で、日本帰ってきたら、今度はなんか、日本の人たちにスペインの野球を伝えることできないじゃないですか。やっぱり日本にいるから。まあ、どうせ今はまだスペインに帰れないんだったら、じゃあ、っていうんで、自分の得意なこととか好きなこと、なんかちょっとチャンネルに上げてみるか、みたいなんで、お試しで、今までこの培ってきた一郎気取りのこの姿勢で、やり始めたっていうのが、まあ、きっかけね。そこから、まあ、ちょっとずつこう皆さん見ていただいたんで、ああ、まあ、こういう形もあるなと思って、もともといろんな人を気取るのが好きなんですか？そうだね。いろんなモノマネみたいなのが昔から小さい時からやってて、やっぱ学校の先生のマネとかよくやってたね。でもね、それバカにしてんじゃなくて結構リスペクトあってやるの、俺好きだから。好きだからよく見ちゃうし、やり方がもちろんあったし。
ですね。敵が有利になるような守備の変なミスをした先輩に、なんだお前は、え、お前敵か敵っていう風に聞くってな。最初ね、敵の回し者かって言ったの。敵の回し者ってなんだよって笑ったの、言ってないですよね。やっぱめっちゃ面白いと思って。で、それがだんだん短くなってて、お前敵かっていうようになって、最終的に、敵敵めっちゃ面白い。あの大学の監督ね、大学の監督がもう、入った時に、すごい特徴的な人だからね、おはようございます。おおおおおおお一郎以外にも阿部寛とかさ、そうだね、藤岡弘とかさ、私ね、初めて浅草デートをした時7人ぐらい変わったんだよ、デートスタンドみたいな変わるのはどんどんキャラクターザ・イミテーション。私は今日誰とデートをしているのだろう、うん、まあ、僕と出てるチームですから、ずっと喋ってるし、ふっふっふっ。でも一郎に関してはあえて真似ると言わずに気取りって言ってるじゃないですか。それはなんかこだわりがあるんですか。そうそうそう、モノマネ、最初はイチローもモノマネだと思ったんですよ。で、僕がイチローをモノマネしたいんじゃないと思ったね。まずイチローへの憧れがすごいんですよ、阿部寛に対しても。そうかっこいいなと思ってて、こういう人になりたいって思う憧れがすごく強いんですよ。それになりたいけど、どうやっても俺はなれないんですよ、イチローに。全然なれないんですけど、イチローみたいな人間にはなりたいと思うんですよ。だから、イチローのイズムを真似ていくというか、イズムをこう踏襲していくんですよね。だから、イチロー選手が大事にしているルーティーンがあるんですけど、ルーティーン、イチロー選手のルーティーンをそのままそっくりやって、それはモノマネなんですよ。だけど僕は、イチロー選手のイズムを、こう、競技みたいな、教えみたいな感じにして、体に落として、脳に落として、それを自分版でやっていくんですよ。だから僕は、自分のルーティーンがあって、一日の。ルーティーンを絶対に崩さない。もうそれを必ず積み上げていく。まさに小さなことを積み重ねていくということを毎日やっているという意識。それはイチロー選手から学んだこと。それをやり続けるということがイチローを気取ることなんですよね。絶対崩さないもんね。絶対崩さないもんね。ルーティーン。ルーティーンは崩さない。どんなに日曜野球でヘトヘトになっても月曜デッドリフトやるもん。そう、絶対。そのルーティーンは崩さない。どんだけ仕事遅くなってもトレーニングはする。トレーニングはする。するし、食べ物もちゃんとその決まったルーティンは絶対こなす。それはモノマネではなくて気取ってるんだよね。だからモノマネじゃなくて気取りっていうのは、僕はイチローを真似したいんじゃなくて一応気取りたいんだ。僕はイチロー選手が本当に大事にしてることっていうのは、自分が信じた道を進む、そしてそれに対する向き合い続けて、課題にも向き合い続けて、それを一つ一つクリアしていくっていう、これを僕は気取ってると。これ大丈夫かなおかしなこと言ってます僕。自分が思うイチローさんが自分の人生に影響したことって何だと思いますか。いや、もうさっき言ったようにルーティン、ルーティンを絶対こなす。だから本当に小さなことを積み重ねることでしか遠くへ行けないっていう、この名言、この言葉、262本がヒット打った時の、ね、インタビューで答えた、特集でね、答えたあれ、もうあれは俺の人生にものすごく大事。もう、どんな、一歩そのね、高校の時一回になって、大学二回だったけど、やっぱそこと向き合うっていうことを、やっぱ背中を教えてくれたのはイチローの言葉なんですよ。イチロー選手。やっぱどんな状況でも小さなことを積み重ねることでしか、まあそういう課題とかっていうのはクリアできないよねっていうので、僕はなんとかこらえて、踏ん張ってこれたっていうのがあるんで、それが一番大きい影響かなと思うんですけど。はい。おかしなこと言ってます僕。いいんじゃない。ふっふっふっ。え、今何時？今何時？8時。もう2時間。嘘。でもだいぶ削るでしょ。30分。そんなに喋った。いやーもうちょっと、もう大丈夫ですか？もうお腹空きます。お腹空いてきちゃった。じゃあ終わりにしますか。ユンケルユンケルユンケル。ユンケル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 でしょ。